無事だといいけど。あの扉の向こう。遅かったってこと。どうして手塚くんが？かもしれないけど、相手は小さな女の子のはずでしょ。死んでるだよね。
ミツルギ。お前たちが生きて帰るためには死んでた方がよかったわな。手当てをするわ。宗一君は話しかけ続けて。バカかお前ら。俺はお前らを殺そうとしてたんだぞ。だからって放っておけないでしょ。無駄だよお姉ちゃん。これだけ弾をもらっちまったら。騙されたぜ。止まりなさい。止まりなさいったら。おい、豊姫。したいか、ミツルギ。いいか、勝ちたければ誰も信じるな、何も信じるな。ルールさえも絶対じゃない。そこを勘違いしていた。絶対なのは他のものなんだが。やっぱりこういうことになってるわけね。そうね、さくみちゃんたちを連れてこなくて正解だったわ。
多分そうなんでしょうね。違うわ、宗一くん。この子はもう死んでいる。脈はないし、息もしていない。体温も随分低いわ。だから落ち着いて、宗一くん。死んだ後にも、人間の体って動くものなのよ。死後硬直のせいだったり、体の中の化学反応の場合もあるわ。名前や身元がわかるようなものは持っていなかったわ。それと、やっぱり PDA も持っていなかったわ。手塚くんが持っていた分に、彼女の分が混じってたみたいね。彼女の持っていた PDA は何だったのかしらね。今となっては確かめようもないけれど。
何が？どういうことなの？ええ、そうね。そう言ってたわね。数値が合わないわね。考えられる可能性は2つね。1つ目は手塚くんかあの女の子が誰かから盗んだもの。でもこれは可能性が低いと思うわ。私たちを除けば残る相手は郷田さん、麗華さん、長澤くん、そして高山という人だったわよね。その4人がおめおめと PDA を取られると思う？あの女の子にはそれは無理だと思うの。逆に手塚くんなら奪う段階で殺してしまおうとするんじゃないかしら。あの子を殺そうとしていた彼がそれを迷うとは思えないの。だから私は2つ目の可能性が有力だと思うの。壊れた PDA のどちらかがジョーカーだった。私も総一君と一緒でここからは帰れなくなったのかもしれないわね。
そんな顔しないで、宗一くん。君と一緒になっただけじゃないの。一人きりなら怖かったかもしれないけど、宗一くんと一緒ならそう悪くもないわ。渚さんも一体どうしてここに？待ち合わせは向こうのはずじゃん。その実は向こうで PDA のソフトを見つけたんです。それで女の子と手塚さんはどうなったんですか？銃声もしていましたけど。残念だけれど手遅れだったわ。少し早く行動していれば。そんなことはないわ。直接手塚くんの後を追った私たちでも間に合わなかったんだもの。
さくみさんと一緒に見つけたの。剣さん、大丈夫ですか？そうですか？みんな、申し訳ないけど、そろそろ行きましょう。休むなら上のフロアで。もう、このフロアが侵入禁止になるまで、あまり時間が残っていないわ。わかりました。はい。宗一君もいいわね。